イスタンブルケバブ食べ終わりまして、すぐさま出てきました。向こうにテレビ塔が見えます。ここはですね、ミノール駅ですね。地下鉄まだ乗ってないんですけど、この後別の駅から乗ろうと思います。その前にまずは市場に行きたいと思ってます。ビヨーンとこういう風にしていただいて歩いてみましょう。今日はですね、なんか珍しく滞在3日目にして珍しく晴れました。青空が見えるなんて珍しいんじゃないかと思うんですけど、と言われてるんですけど、今日は晴れてますね。最高ですね。排気ガスが結構きついんで、それがちょっとこのタシケントの難点かなっていう気がしますけど、あとはもう最高に楽しいっすね。肉がうまい、パンがうまい、コーヒーはまあいまいちなんだろうな。まああとね、値段が安い。ワインが昨日うまかったな。これ割と悪くないですね、500円にしたらね。ということで、今からちょっと市場にバザールの方に行ってみたいと思います。はい、こんな感じですね、やってまいりました。ボロイボゾール、ボロイバザールですね。ちょっと回転しますよ。ブルリンコと回っていただきますと、これ建物ですね。なんかこう駅みたいな感じなんですけど、周りはこうダダッピロクとか、ここで朝市なんかもやるんですかね。なんかそんなような雰囲気になります。でちょっとサイドストリートは金物屋さんとか見えて、なんか問屋街みたいな雰囲気もありました。これが中入ると何があるのかちょっと調べていきたいと思います。はい、入ってみましたですね。中もこんな感じでガランとしてますね。なんか上の方なんかもね、お、なんかグラリオル、なんかそうしたとき、なんか上の方は全然店舗入ってないですね。どうなってるんですかね。貴金属屋とか銀行とかですね、この辺あんのありますけど、思ったより何もないっていう感じがしてます。上にもあるんですかね。上は回転停業状態ですね。なんか本当に昔のヨーロッパの駅舎みたいな感じの建築なんですけど、ダイヤモンド屋さんとかですね、この辺ね、なんかちょっといろいろあるんでしょうね。奥に行くと何かありそうです。聞いてみます。こっちの方にですね、別館みたいな感じで、バザールらしいものがありましたね。ここが本当にバザールでござるっていう感じです。ちょっと見てみましょうか。誰かに止められそうだな。おい、取ってんじゃないとか言われそうだな。パンはね、30円とかですね、50円とかで、あんなでかいのが食べられますんで、すごいですね。これですね、まさに写真で見たけど、ガイドブックで見たけどみたいな。あと面白いパン、パンでしょうね。パンが面白い、皿の形してますね。サラン、これは広いですね。ちょっとここでターンしましょう。案外オープンエリアでですね、似たような商店が多いんじゃないかっていう気がしますけど、なんかこうセクションが分かれてたりはしないような、何でもごったに売ってる感じが正直します。それにしてもあれですね、チェクチェク見られますけど、まずまだは怒られてはいません。ただし誰かに何か言われるかもしれません。ここは芋が長いですね。お、なんかちょっと別のものを売ってる感じのところもあります。これは葉っぱなんでしょうね。葉っぱ、これ紙か、お茶かな。お茶の可能性ありますね。というか、なんかこう噛んだりするやつですかね、嗜好品。はい、これ結構こういう風な感じで奥まで続いてるんですかね。わりかしスパイスが、あ、こんな感じの場所ですね。これでもまだタシケントの中でちっちゃい規模なんですよね。なんで一番最大級のところに行ったらどんだけでかいんですか。楽しみでもあります。行けるチャンスあるかなと思います。では一旦さよなら。